時事通信社の記事によれば韓国のムン・ジェイン大統領は18日キム・デジュン元大統領の死去かラ・ジューネンを迎えたことを受け追悼する談話をツイッターなどで発表した談話では1998年に小渕恵三首相とキム・デジュン氏が合意した日韓パートナーシップ宣言日付で韓・日韓の協力の道を進めなければならないと強調した 文氏はキム・デジュン氏の功績について、韓国と日本が歩む友好と協力の道にも新たな道しるべを築いたと指摘した日韓パートナーシップ宣言では、歴史問題をめぐり、日本の痛切な反省と心からの謝罪を明文化したと評価。両国国民が歴史の教訓を共有し、平和と繁栄の未来を共に開こうという約束だったと振り返った。 以上のように報じられていますキム・デジュン元大統領といえば、親日派で有名な方ですよね。キム・デジュンさんが現役大統領だった当時は明かりはまだ小さかったのであまり覚えていないのですが、日本にも住んでいたことがあり、日本語も流暢に話すことができ、日本の文化や音楽などにも感動的な方だったと聞きます。そのの頃は、日本と韓国の仲も 今に比べてとても良かった時代だったそうです2002年に日韓共同のワールドカップが開催された時期もちょうどキムデジュンさんの在任中です日韓共同だなんて今ではとても想像がつかない話です 話が少しそれちゃいましたがムン大統領は要するに日本と仲が良か田本大統領を引き合いに出してこれから日韓はやっぱり協力して仲良くしていかなきゃいけないだって1998年に日韓パートナーシップ宣言に合意したでしょって言いたいわけですよね。なんとも虫がいい感じに聞こえますがそれを言うならなぜ先に。 欧州問題でこじれている1965年の日韓請求権協定を守っていただきたいですよね。それに安婦合意を保護にしておきながら日韓パートナーシップ宣言の合意内容だけ日本に求めてくるのもお門違いのような気がします。皆さんはどう思いますか さて、この件に関して国内からもいろいろな意見が出ていましたのでこちらの一部ご紹介します以下今回の件に対する国内の反応です定調にお断りさせていただきます大統領は日韓関係の改善は難しいと思う今さら何を言っても複数本に返らずです今さら遅いよ手遅れ打つ手なし28日から 韓国は大暴落株式市場も暴落で崩壊の道まっしぐらだと思いますその協力の道を閉ざして日韓関係を破壊してきたのはムンジェイン自身だ自分がやばくなったからといって突然協力を求めてもダメだねキム・デジュン氏は日韓の協調路線を進めたがムンはその協調を破壊した日本は 韓国の本心を軍が破壊したことで知ることができた。結果としては韓国の黒い部分がはっきり見えたので良かった。金手順元大統領は日本統治時代も経験したし、東京で発生した金手順拉致事件も経験している。 苦難の時代が長かっただけ。指導者になってからも比較的バランスの良いことをやっていたよ。現実感覚があったんだね。ムンジェインとはここが。お家いキム・デジュンは韓国では数少ないノーベル賞受賞者。器が違うよ。 韓国の協力とはいわゆる4日日本は防衛面での協力ぐらいしか聞き出すものはないがそれも北朝鮮へ情報リークのリスクがあり協力関係はありえない昨日まで日本を超えると書いていたのにいきなり協力の道を進めるとか何言ってんのたけしさんの番組によると韓国で行われているノーアベのデモの盛り上がりばかりが紹介されているがそのデモと同じ場所で行われている。 いるののデモも,も相当盛り上がっているそうですすり寄ってますねアメリカや北朝鮮中国とも今一つうまくいってないから今は日本を刺激しないようにしようというところですか政府には 引き続き輸入品の管理厳格化や没収問題での正しい対応慰安婦問題における合意事項の原種を韓国に訴え続けてほしい日本人は決定するまでは時間がかかるけど決定したことについてはとことんやります韓国とはとことんやり合いますいかがでしたでしょうかムンさんが引き合いに出したキム・デジュン元大統領はちょうど 1997年のアジア通貨危機の時に大統領に就任し経済危機に迅速に対応して経済の立て直しを図ったとても有能な方だったと言います。仮にもしこれから第2位の通貨危機が訪れたとしても無サには金ム・デ元大統領に負けないようにぜひ頑張ってほしいですよね今更さらです。 二度と日本に負けないのなら、韓国で頑張ってください。日本に助け求めてくるな。条約、合意、約束をすべて破っておいて、どうやって協力するんですか誠意をまず見せろ。あ 韓国の口癖がっっちゃった。まず天皇陛下への侮辱したことに対し天皇陛下と日本国民に謝罪すべきどこぞの国と協力するなら台湾やパラオと協力したいそういえば似たような言い回しで非韓三原則がありましたね。関わらない助けない教えない本当に関わったら負けです協力してほしければそれ相応の態度と誠意を見せろ。 口だけななら言うなと以前は思ったけれど、今は来るな見るな関わるな国際ルールを守れないし「反日教育してる国と協力関係」とか「無理でしょあや大統領は言うことがコロコロ変わるから信用できないもん」「約束は守らない」「嘘をつく」「味方だ」と言いながら「レーダー照射」「幼少期から反日教育」「歴史の捏造」 上皇陛下を侮辱簡単に挙げただけでもこれだけのことしてるんだよ協力どころか同じ空気すら吸いたくない日韓共同ワールドカップだってもともとは日本単独で勝ち得たものだったが韓国が無理やり横入れしてきてしぶしぶ日韓共同にさせられたんだよ大統領が変わるたび謝罪賠償とリセットするくせに日本には以前の約束守れ かよやっぱムンタン頭沸いてるな。韓国では企業インフラを整える基礎技術がないために日本企業に企業インフラの整備指導を依頼してきているがインフラを担う日本企業は戦前からの老舗が多い。そしていわゆる 元徴用工の異常判決を受けて、韓国政府や同国の左派団体に攻撃されている重厚庁大企業ばかりなのだ。日韓の請求権問題を完全かつ最終的な解決した1965年の日韓請求権協定を無視して、最高裁が日本企業に賠償を命じるような国では。 とても仕事ははできないのは当然だろう。この一例でもわかるな日本が手を差し伸べてきたのに日本をディスることしかしてこなかったことに対して心からの謝罪と賠償をしてくださいエミ話はそれからですよまあ千年はかかると思うよ韓国の経済は破綻寸前でなんとか日本に金出させようとしていつものように脅してきたが今回は。 日本が全く折れないから日本と韓国は緊密に連携しないとダメだよねって言い始めただが断る少しでも譲歩したらどんどんつきあがるだけ2から3ヶ月で経済破綻するでしょスワップとか経済援助ありえないから過去2回経済援助スワップして助けてるのに。 今の韓国人は両方日本のせいで経済破綻したって言ってるんだからお話になりません今の大統領が弾劾され次の大統領が経済援助を申し出ても絶対経済協力などしないでいただきたい大統領が変わるたびこれでは国民の血税が法割れない反日をあれだけ煽りまたいさめることもしないのだから日本が協力するいわれはない韓国民はまた 文文さんに全責任を負わせて新日大統領を立ててくるんだろうなこの時の日本の出方が知りたい安倍総理は問題ないと思うがムンムンは外交の天才ねこの10年で見事にかりそめとはいえ日韓関係をぶち壊し隣国の本性をあらわにしてくれた今回の件で嫌韓感になった日本人も相当数いるし。